レッツビライフともはるきです。ということで現在の時刻が1時じゃないや1月8日の23時58分ということで、何を隠そう、私1月9日が誕生日ということで、あと2分で18歳が終わってしまうわけでございます。いや僕はね、なんかわかんない、根拠はないけど永遠に18歳な気がしてました。で17歳の誕生日から毎年やっている日付が変わるタイミングで誕生日おめでとうラインは届くのかというね、検証を今年もやっていこうと思います。今回すごい緩い動画です。前回も緩かった、ごめん。この0時になったタイミングで LINE の音が鳴ったら俺の勝ちです。鳴らなかったら俺はもうぼっち陰キャクソ気象、顔面不細工人間のクズ底辺系 YouTuber になります、これから。はい、LINE の内容はね、個人的なあれなんで見せられないんで、音だけ来た場合なりますけど、まあ来なかった場合ならないということですね。あと30秒です。本当に LINE が来たかどうか分かった瞬間にこの動画はもうバッて終わるんで、よろしくお願いします。さあ、あと15秒ですね。いやーやばい、18歳が終わってしまう。10秒。さあ、なりました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 。